お待たせいたしました。それでは先行が高校が経由でいきたいと思います。3本になりますので間違えないようにお願いします。それではいきましょう。 DJ リリー、 スピンなし。 それではこちらのビーダーでいきましょう。クッパに対するのはどちらなのか、先行がバンビ、後方がケイル。3本お間違えないようお願いします。それではいきましょう。 DJ クレバでのスクラッチをください。いきます。レディーファイト。いや、そこを聞いて俺の頭スーパーカーン。まだスーパーカーの通常だらば。どうも小沢健治みたいにかかるのエンジン。 使ってこいやはブギバ。どこまでも行けない。お前もラップごめん、全然聞いてないけど、なんか説教臭い。そんなイメージしかない。でもユーモアが足りない。聞いて聞いてじゃないラップ聞かせてください。俺たちがマイク握る理由は何だよ。俺たちが言葉を届けたい人間は誰だよ。ユーモアでごまかしたその先の世界がどうなってんのか教えてくれよ。うまいこと言って掛け言葉で、ああだこうだ辻褄合わせて、やってるラップ東京で腐るほど見てんなよ。そいつら蹴落としてここまで来てんなよ。おいおい、このビートの上だぜ。どの口が何言うかが肝心だぜ。マッファッキン、I'm a Bambi。聞かせてもマッピー、聞かせないと意味ないの。お前がやりたいの説教、もしかもしか蝉だ。未来の感じ俺はそのまま浮かぶ。俺のテープだ聞かしたラップさ。お前もビートリズムギープ、まずは跳ねてから喋りな。 いや、分かった。こういうやつも典型的。俺に喋ってるだけって説教を逆に返してくるやつだろ。分かった。はっきり言ってやるよ。ライブやってる。お前がクラブで普段遊んでないだけ。自分がバトルや出演者じゃないと、クラブで遊べない。パーティーができない。その癖にマイク持ったら一丁前にパーティーだって。どうのどうの。そういうやつが一番嫌いなんだよ。パーティーがどうのこうの、クラブで遊んでれば、いいの。 そんな感じなの。お前の人生のバックボーンパリピと一緒じゃないの。マザファッキン、お前が言ってること、最近バトル動画よく見たけど、みんな言うよ。ライブをしてね、音源も出してね、クラブで遊んでね。だから何、俺のが圧倒的ヒップホップ。いや、それにじゃ音楽語んな。ヒップホップ語んな。要はクラブで何、ライブで何って。お前クラブなかったらバトルもできないってことを考えろ。 DJ のボタンを押すだけじゃないんだよ。やってないやつらが文句言ってこの店。 ラッパーが一番楽なんだよ。声出すだけだ。他のものとは違うんだよ。だから言ったから鬼に金棒って、そういうことなんだよ。終了。それでは判定いきます。大きな前の挙手をお願いします。もう泣かせんなよ。それではいきます。先行がバンビ、後攻がケイル。先行バンビ、後攻ケイル。勝者ケイル。バンビにも大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。